星野哲郎記念館は山口県大島郡総大島町にある道町出身の作詞家、星野哲郎の作品、資料等を展示した博物館。総大島文化交流センターに隣接しており、総大島町役場東和総合支所を併設して2007年7月26日に開館した。記念館の展示物の大半は星野哲郎個人の所有物で管理運営は 須オ大島町が行っている。鉄筋コンクリート作り平屋建ての建物で、秋灘に面して建っており、瀬戸内海に浮かぶ島々を望みながら、星野縁歌を聴くことのできる施設である。開館前日の7月25日は、北島三郎、宮古晴美、水前寺清子、戸場一郎等星野に縁のある人々が集まり開館記念式典を行った。主に、 星の劇場、星の工房、星の歌酒場、星の博品展、星の映像館の5つのブースで構成され、この他にも企画展示を行う回廊や、星の鉄郎直筆の詩を壁面に紹介している、二行詩の心、また星の縁歌をすべて聴くことのできる縁歌ボックス等がある。この他にも館内にはミュージアムショップがあり、記念館グッズ、 スヨ大島町と関連のあるグッズや期間限定のグッズ等の販売も行っており、星野鉄郎記念館のみで取り扱っているグッズが数多くある。館内は撮影禁止屋外ステージ及び付属設備使用もできるが、その場合は事前に申請をし1週間前までにその許可を受けなければならない。ありがとうございます。